さん、神ありがとう。スライム冬美だるまありがとう。こんにちは、お昼です。お昼ちわ、お昼です。私のお昼です。ハレレンさん、お餅ありがとう。おやっきーさん、キラキラありがとう。髪の毛もちょっとアイロンしてもいいですか。私のうちは作ったの、いつ見れる。明日見に来てくださるんですか。29日応援よろしくお願いします。目腫れてる、寝起き、もう起きて3時間経つ。明るいから、自然光が入りすぎて、もう自然光がいいんだよね。よいしょ、こんにちは。るーちゃん、なんか白くなっちゃうんですよね。なんでなんだろう。サバトラ猫さん、クロさんか、のりみおさん、神ありがとう。こんばん、こんばんはこんばんは。明日の公演でうちは見せてくれるの嬉しい。休日ですね。休日だ。休日嬉しい。休日が嬉しいよ。土曜日だ。皆さん土曜日お休みなんですね。ミリアケイさん、ファイトありがとう。ハルルンさん、神ありがとう。一光さん、結婚して嫌です。もう求婚の日終わったのでダメです。つてすみ、ここからお役目行ってきますね。ゆっくり寝た。睡眠がないと。おお、サイン会のニックネームよろし、すごい、ニックネーム登録してくれてありがとう。これで本名、本名回避だねいつもたまに本名の方がいらっしゃるんですよ。寝癖から治ったかな。字綺麗って嬉しい、褒めていただけて嬉しい。ニックネーム登録は早めにね、忘れないうちに。明日だ、楽しみ。明日楽しみになってきた。明日の花だれ公演、花だれ久々だし、エディオンだから、エディオン久々。すみません、エディオンが久々だから。ああじゃあ足癖が
あやとさんハートありがとう。あやちゃん神ありがとう。サイン会はここのショールーム見てればいい感じ。いや私多分なんですが、ショールームでやるんですか？公開系なんですか？うん、多分なんですが、お話し会みたいな感じじゃないの？違う、お話し会みたいな感じじゃないのかな。本名にするのもありだった。ダメだよ、ダメだよ。私知らないよ。ニックネーム配信にも、私配信にもちゃんとレス送るよ。まるともちゃん神ありがとう。え、ショールームなの？え、私え、てっきりあの失恋ありがとうのサイン会のような感じだと思ってたんですけど。そうなの？え、ちょっとそうだったんだ。なら本名なおさらよくないじゃん。なおさら本名よくない。エディオン初めてなんだ、すごい。スレアマフユミバラありがとう。ユウくん神ありがとう。ハートありがとう。キラキラジージーありがとう。貝柱さん、文ちゃん神ありがとう。え、私てっきり個人的にあるのかと思ってた。呼んでなかった、そこまで。文ちゃんハートありがとう。そうなの？質問、リコちゃんの手の爪はの形は長い方ですか、短い方ですか？短い、中途半端、短いかな。それよりさ、早くここ治って。そうなの？そうなんだ。綺麗方確かに綺麗、綺麗な方かな。長湯ブーさん、ボヤッキーさん、エンマコオロギさん神ありがとう。タケさん結婚して、ん、地味の爪ねって。かき氷が食べたい。いただきます。うまっうまっ。このおめでとうはマスキングテープ。美味しい。ゆうさん神ありがとう。ああ、なんで焼き芋ってこんなに美味しいの？
一光さん可愛い、結婚して。何の話？何の話？アリーさん可愛い、間違えた、神だった、ありがとう。ハルルンさんアイスありがとう。半分こうダメです。お芋が甘くて美味しい。もう雪降って、まだ雪降ってるの？私も紅天使好き。お昼ご飯焼き芋にする？うん、ルタくん神ありがとう。カメリアキエさん可愛いありがとう。みゃんこ先生神ありがとう。え、おいしい。さつまいも農家いいね。みそかつじいさん神ありがとう。お昼ご飯オムライスかチキン南蛮で真剣に悩んでる。どっちがいい？私も悩んできた。オムライスかチキン南蛮？チキン南蛮、チキン南蛮、チキン南蛮。いや両方、いやチキン南蛮、チキン南蛮です。まるともちゃんありがとう。クマのペンライトね、一緒にお昼ご飯食べてる気持ちするね。皮も一緒食べる時あるよ。皮も美味しいよね。軽すぎなくなってきた。チキンチキンごぼう、もうちょっとでなくなっちゃう。私は焼き芋をトースターでちょっとカリカリにするのも好きです。うどんかピザ、うどん。レッドさんキラキラありがとう。丸み言ってるの？美穂母が。ティガーさん神ありがとう。一度に何本お芋食べたことある？一度に、え、6本とかザラにあるかもしれん。前は4本食べてちょっと後悔したんやけど、実家帰った時とか、いっぱい食べるよ。44日連続配信中、やったー。私皮好き。
なんかペチャペチャしてる。食レポなんか美味しそうにあれかな、大丈夫かな、ペチャペチャしてるなんてさ。ちょっともう焦げてるから苦い。うまっ。そうよ、お芋さんに名前つけて食べてた。しかもなかなかいい名前だったと思う。イモタグビオさん、グビオ バナナとかも言ったと思う。りょうちゃん神ありがとう。野口さん神ありがとう。もぐもぐは見せません。カピバラミキャバラありがとう。初めてのショールーム覚えてる。覚えてる。これで合ってるのって怖くなりながら始めた。あー最後の一口になっちゃった。なんでなんでなの。なくなっちゃう。なくなっちゃった。美味しかった。なくなっちゃった。美味しかった。なんで？なんでなくなるの？食べたら。フェリスさん、D さん、神ありがとうって言ったっけ？ありがとう。なんで？お腹の中で生き続けてるか。そっか。私の体の一部になるの、なってくれるのか。あの、おいしいおいしい。焼き芋さん、鍋さん、神ありがとう。じゃあ。でそれで明日公園出られてみんなにレス送ってみんなの養分にもなるんだ。
さんこんにちは。バイバイン欲しい、バイバイン欲しい。いない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 。今は今日は1月28日土曜日です。皆さんもう1月が終わろうとしていますが、いかがお過ごしですか？春はどこから来るのだろう、だってね不思議じゃないか。どこでもドアで私に会いに来て。なあ、べさん神ありがとう。明日もまたうちに行きます、ズッキュン。でも私も刺すような寒さが好きだから。でも春も好きだけど、夏も好きだし、秋も好きだけど。ストーチのひさまさん、メロンパンさん、神ありがとう。右半身不調なんだよ。前までお正月だったのに。字が綺麗、嬉しい。マシャさん、神ありがとう。そう、春は花粉があってなんかちょっと眠くなっちゃう。なんか空気がなんか違うから眠くなってしまうから、なんか春ってさ、なんかホカホカして眠くなっちゃうよね。お見送りで打たれた時、正しいリアクション、うっ、3パターンあるんよ。うっって、あ、4パターンあるね。反応してくれる人と、あ、5パターンある。うが1パターン目、避けるが2パターン目、掴むが3パターン目、打ち返すが4パターン目、無視が5パターン目。無視やばい、無視。コーラさん結婚して見てる、見てるのか、私のことを見ているのか。結婚はダメです、そんなに見えてても。私いろんな人に求婚されてる気がする。1の人。無視悲しい。無視したことないから明日しようかな。いいよ。無視してる。無視って悲しいよね。コーラさん結婚して、結婚しない、結婚、じゃあ結婚式はどこであげよう、どこで結婚式あげようかな。地獄。地獄で結婚式。なあ、ルタ君結婚して、結婚、じゃあウェディングドレスはどんなの着ようかな。浜谷さん神ありがとう。ねえ、昨日求婚の日だったんですよね。求婚、結婚式月、
好きで。ショールームでやばい。軽井沢の教会。モルジブ。いける。村の教会。ヒヤシンス。許してヒヤシンス。いける。生配信すんの？ギフトでご祝儀を回収するの？ウサミックさん神ありがとう。ハマヤさんハートありがとう。沖縄っていいんだ。ポケモンブライダル？何それ、めっちゃいい。ポケモンのあのスカーレット、バイオレットしようかなってさ、しようかなと思ってるんだけど、どう思う？みんな。私どこ置いたっけ、私のスイッチパイセン。いいよね。ミヤティさん、メロンパンさん、神ありがとう。お芋の、お芋のウェディングドレスかわいいかも。どこ？あ、ここなのでは。面白いよね、絶対。ピカチュウ来てくれるの？めっちゃいいじゃん。そうなの。コーラ、太陽で結婚。めっちゃ面白い。太陽で結婚はいいかも。その考えなかった。太陽で結婚しよう。太陽で結婚なら許す。じゃあ私今からバトルに出向くわ。私スプラトゥーン行ってくるわ。みんな発狂させてください。私最近発狂できてなかったんです。発狂させてください。レッドさん、キラキラありがとう。発狂。あ、来た。キラニーラブありがとう。ついてくるね。縄張りバトル。確かにスイッチ以外に他のやつも来そうじゃない。お、私オレンジ。やばい、来たー。今日の装備、若葉シューター。いけー。とりあえずレベルを上げていきたいんですね、私は。新しい装備を買うために。とりあえず自分の陣地を塗っていく。これが一番大事。ホーム塗りナンバーワンを目指すんです、私は。一番弱い、ホーム塗りナンバーワン。落ちちゃう。お、殺した。あ、殺された。あ、ミミッキュ。せっかちの打ち上げ花火に。私もう大丈夫？これわかんない。あ、やばい。わっさわっさボーイ。あー、殺された。殺したかと思ったら殺された。うわー、にゃんちゅーにやられた。にゃんちゅーだ。にゃん、違う。にゃんちゅー、違う。
みーはあどこいる。カニタンクでやられた。にゃんちゅうに。みーにゃんちゅうだにゃんちゅう。嘘やん。戦場じゃん、ここ。ケイさん、ファイト、ありがとう。コーラで結婚、コーラで乾杯。あ、味方のジャンプ先ナンバーワンやって。喜んでいいのか。コーラで乾杯、結婚してたくさん投げられた。カミリア・ケイさん、ファイト、ありがとう。ほら、コーラで乾杯。2個目、3個目、4個目、5個目、6個目。ダメです。ダメです。ダメよ。これからちょっと私が勝ったらちょっと考えよう。え、これやばい。もう本当に。あれ？次のバトルを待ってるよ、私は。メロンパンさん、神空友さん、神ありがとう。うわぁ、お肉食べたい。お肉。にゃーんちゅうだにゃーんちゅう。うわ、来た。やっぱりこれゲーム、ただただゲーム配信、私がゲームして発狂する配信になってる。あ、皆さん聞いてください。昨日移動の車から降りようとしたら、私なんか転んで尻もちついて、今お尻にタンコブできてるんですよ。どういうこと？ミントだ、私の好きなミントだから。俺はちょっと価値格では、今自分の陣地をめちゃめちゃ、あー、そんなひどいことしないで。あ、びっくりした。やばい、めちゃめちゃ集中してるよ、私。若葉シューターでやっとるよ。この人のしゃっ、すごっ。
なんだこれ。味方のジャンプ先塗りポイントナンバー2来たんだ来たんだ。和牛ステーキ 100g。 そう、お尻こっち大丈夫、痛かったの。リサーチャーさんありがとう。神小型ペンギンさんファイトありがとう。いやーやばいよこれ。大丈夫だったのね。さやかて駆動でなんかすってんころりんしてるよね。イエイエイ、気をつける。雪じゃなくても普通に転んじゃったの。スプラトゥーンしてる。縄張りバトル。オーストラリア行こうかな私も。いやいや、次は紫タイ黄色、うん、私が好きなとこじゃん。無言に。なんか雨降れよるよ。誰の技なの？どういった技？あ、危ない。怖いことしてる？おっかな。そう、倒した。郵送にやられた。私の場所を知ってたのね、この方。郵送を倒したかと思うと郵送にやられました。やられたアゲアンね。若葉シューターに撃たれる気持ちはどうだ。ゲームしてるの。郵送やばい。郵送強い。あと
と13秒。郵送倒したけど郵送にやられた。ほらもう無理や。黄色。ほらピエーねーで、こら固いステーキ10枚。あ、結婚しません。私は柔らかい、注目された時間ナンバー2らしいけど。もうレッドさんハートありがとう。続けるよ。あ、でもいっぱい倒されたんだ。いや頑張るよ、初心者でも負けない。レッドさんハートありがとう。いや楽しいねゲームって。じゃあこのバトルが最後にするから、みんなこのバトルを最後にするから。私じゃあ英語で実況するわ。アメリカンアクションで。 Okay, so I'm gonna join the regular match. サーモンラン？え？やる！教えてくれてありがとう。え？やる！じゃあちょっとこのバトルが終わったら私行くけ。サーモンラン。あ、やばい。 So the battle is starting now. Nobody battle.Here, Wadakuri. Purple. Okay. Come on, ready? Go! So I'm gonna paint the home that what I can only do. Oh, Yamada Taro.ねえ無理やって。あ、ちょっと待って。 It's what? え、やばいって。ちょっとなんで。 Why octopus? Why squid? Oh my god. Don't you know I'm a savage?攻めまくれ。よっしゃ、一人倒したど。やばい、
したどうした、よろしくに倒された、ノーよろしく、ノーセンキュー、不甲斐ない、不甲斐ない、あ、いけたんじゃねこれ、すごいもん、 We won バトルナンバー2、塗りポイントナンバー2、注目された時間ナンバー2、やったやん、やったやん、 We got it、Now my rank is 5. どうする？次サーモンランやる？サーモンラン。コーラさんめっちゃ可愛い。味。可愛い。ありがとう。Well done. サーモンランってどうやったらいけるん？調べてみよう。熊さん商店街、あ、熊さん商店街は可愛すぎるね、熊さん紹介、 OK、 あれ、とりあえず外ってどうやって出る、あ、ここか、私も副業は NG やけどサーモンランならいいよね、副業は、副業はさすがにしちゃダメだろうけどサーモンランならいいよね、そうしよう、え、美容、あのさ、美容室でさ、バイトしたことありますかって聞かれた時、あ、バイトはないですけどって、あの、サーモンランならありますって言おう、あ、ん？これかな、熊さん紹介、あ、来たよ、コーラさん結婚して、私バイトもしたことない、サーモンランしかしたことないけど大丈夫、サモンラン大丈夫？生かしたと頼めないでしょ。アルバイトだから中抜き給料ないと思ったら。研修、はい。じゃあ研修します。やる気十分だね。キビのような若者を待っていたよ。さて、バイトの内容についてだが、うむ、ちょうど次のヘリが来るようだ。習うより慣れろという海の教えを聞いたことがあるだろう。まず君には現地でバイトの基本を覚えてもらうか。さあ出発だ、はい、かしこまりました、サーモンランガチ勢だったらどうしよう、サーモンランの歌を歌い始めたりして、すごいやるやん、研修その1、アルバイトの基本の木、海からはね鮭がやってくるんだよ、彼らをインクで打つとイクラを落とすんだ、アルバイトの君の仕事はこのイクラをたくさん集めることだ、ただそれだけだよ、これ分かりました、それじゃあ鮭を探してみようか、鮭、うむ、君今手に入れたのがイクラだよ、このイクラをたくさん集めてほしいんだ、じゃあまた鮭を探してみようか、あ、いた、いい仕事ぶりだね、君なら仕事、本当の仕事を頼んでもいいだろうね、実は私が欲しいのは金のイクラなんだ、金のイクラ、大物鮭が持っているものでね、おや、大物鮭が現れたようだ、いい機会だ、大物鮭を探してみようか、ダンディーな先生、大物鮭どこ、うん、いた、大物鮭が金のイクラを起こしたね、落としたね、金のイクラは触れることで持つことができるんだ、金のイクラをノルマの数だけ集める、これが君に頼みたい本当の仕事なんだ、
ノルマを一つこなせたね。今回ノルマは三つだからあと二つ必要なんだ。さっきの二つの金のいくらも、おや、あの鮭は、はっ、なんか飛んできた。あの鮭は金のイクラを回収する鮭だ。海から飛んでやってくるみたいだね。そんな簡単な話じゃないの？コーラ結婚して、コーラ結婚して中退しちょる。海へ逃げられる前に倒すことができれば回収された金のイクラも取り返せるからね。さて2つ目の金のイクラを探しに行こうか。どこ、カモーンって言われた。おや、仲間から呼ばれてるようだね。仲間のところへ行ってくれないか、行ってあげてくれないかね。お、え、仲間を撃っちゃった。 Help! Help me! どこ？仲間。仲間が困っていたら、助けてあげることが必要だよ。全滅してしまうとバイトを続けられないからね。そうなん。カモンとヘルプを使うには十字を押しなさい。カモン。さあ、金のイクラをイクラコンテナまで運んでみようか。はい、出て。重たい。金のイクラが重たいんだ。これで2つの金のイクラを運んだことになるね。今回ノルマあと1つだ。そうそう、バイトにはタイムリミットがあってね、時間内にノルマを達成するのも仕事の条件なんだ。嘘だろ、おい100。それじゃあ3つ目のイクラ、金のイクラ集めてみようか。どこだよ金のイクラ。これで3つの金のイクラが集まったね。よくやった。ノルマ大成だよ。タイムリミットまでやられないように気をつけて。余裕があれば金のイクラをもっと集めてくれないか。お、わかりました。やられるやん。どこ？どこ？そうそう、スペシャルバウチ、パウチを2つ支給していくよ。ここぞという時に使いなさい。へえ、ある。鮭にやられたり海に落ちてしまうと浮き輪タンク状態になってしまう。良くない状態だね。だが仲間にインクをかけてもらうことで元の状態に戻ることができるんだ。今日は特別に私が洗い流すからね。タイムリミットまでやられないように気をつけて。お疲れ様。じゃあ今回の研修はここまでだよ。おお、パンは気をつけて。確かにバンされちゃいそう。いやいや、おかえり。なかなか筋がいいね。君は優れた人材のようだ。これ多分読み上げてたら絶対ダメだよね。チュートリアルしてるの。あ、これむずいな。アメトンさん、神ありがとう。めっちゃ楽しい。すぐにでもバイトお願いします。何、次の研修があるみたい。生かした。
ヘルプで仲間を呼ぶのね。分かった。大物鮭の倒し方、うべて海はすべてに答える。海の教え知らんよね。出発するね。ヘリに乗り込みます。コーラさん神ありがとう。小型ペンギンさんファイトありがとう。え、結婚してを絶対スプラトゥーンに夢中で返してなかったと思う。結婚はちょっと無理かも、うん、お、イエロー基本の方。何これ、肩パッド、爆弾、鉄板、ヘビ、タワー、モグラ、コウモリ、柱、ダイバー、鉄球、鍋蓋、分からん、爆弾にしよう。くしゃみが出そう、くしゃみが出そう。いた爆弾は頭を狙って。あ、なるほどね。無理やって。インク不足？この鮭苦戦してるようだね。この鮭は一旦放っておこうかって。無理、頭上の、え、そうそうそう、こう破壊しようとしたんだけど届かんの届かんの。肩パッド、肩パッド行くよ。私霜焼けもできたんですよ、足が痒くて。二つ目の発射口にボムを投げ入れることで内側から倒せるよって。私さ、どんだけ下手なん。こんなさ怖い戦い方ないやん。どこ、え、もう無理やって、肩パッド無理やって。普通目線発射口にボムを投げ入れる。もう13、え、待って、ボム投げ、ボムちょっと待って、肩パッドやばいって。こいつ肩パッドどこあるん、肩パッド
こ？肩パッドどこなん？こいつか。あ？いやーめっちゃ怖いことするやん。どこあるん肩パッド。肩パッドどこ？これ空見て空。空。どこや？空見空めっちゃ怖い。見てほしいねえ。ふむ、どうやら苦戦しているようだね。この鮭は一旦放っておこうか。待って、もうさ、でなんかできん、なんか肩パッドは上におるんか。じゃあ鉄板次鉄板ね。大きな鉄板を揃えて前進してくる鮭、正面から攻撃してもガードされてしまうが、攻撃し続けると姿勢が崩れて動かなくなる。その隙に後ろから攻撃を当てるんだ。はい、どこ？とりあえず正面から攻撃して死しまくって、そしたらなんか、あ、ここか。うわ、いた。やつは倒せた。鉄板いけた。鉄板、うわ楽しいね。倒したら楽しい。いや無理やって、肩パッドと爆弾は。鉄板はいけました。あー、なるほどね、みたいです。イエーイ。じゃあちょっとまた、ちょっとあの私もあの役目にお役目に行かないとちょっとやばいので、だってやばいやばい、もうちょっとお役目に行ってきますね。皆さんありがとう。え、みんなめっちゃ楽しいんだけど。え、またスプラトゥーンについて教えてください。私に教えてください。あ、サーモンランはチームプレイなの？え、またみんなでちょっとチーム組もうや。またちょっとチーム、ちょっと役見てくる。え、チーム組もうね。夜配信、私はカラオケ配信をするつもりなので、皆さんお楽しみに。見てたら欲しくなってきた。いいね。のりみおさんファイトありがとう。いっこうさんファイトありがとう。え、私とチーム組もうね、ほんと。え、楽しくなってきた。ありがとう。いや、めっちゃ楽しいわ、みんなとゲームするの。ありがとうね、頑張ろう。お役目行ってくる。頑張るねみんな。とりあえずあの肩パッドは空を見るね。またやろう。じゃあね、ありがとう。見てくは、私のお昼配信見てくださって皆さん本当ありがとうございます。お時間いただきました。あやちゃん、わらびもちさん、くにちゃん、カミリア、けいさん、あ、りょうたくん、そらともさん、ぷーちゃん、伊藤ひろしさん、小型ペンギンさん、ひまわり29さん、くまけんさん、馬ひとすじさん、アムトンさん、まーくん、パロプンテさん、森尾さん、キーさん、ようくん、つるぎさん、TM さん、もびさん、みさかつじいさん、ステオチのおひさまさん、ハリーさん、いっこうさん、フェリスさん、野口さん、スーさん、渡辺さん、なべなべ所長、赤ヘルサンタさん、ヤマトさん、りょうじいさん、そして本日の秋元先生枠は、ぐりみお先生です。ありがとうございます。ぼやきーさん、ぶんちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ。第3位は、ハルルンさんでした。ハルルンさんありがとう。ありがとう。そして第2位は、レッドさんでした。ありがとう、レッドさん。そして第1位は、コーラさんでした。コーラさんありがとう。見てる、めっちゃ怖い。ルルルの歌見てる。ルル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 ルみたい。見てる。結婚する、断る、呪われる。見てる。結婚せざるを、せざる。じゃあね、バイバイみんな。私のお昼配信見てくれて本当にありがとう。じゃあねみんな、結婚しない。楽しかった。
またゲームしよう、みんな。じゃあ午後も頑張ってきます。私、みんなも頑張ろう。土曜日みんなお休みの方はもうしっかりと休んでください。そしてお休みじゃないよ、まだ頑張ることあるんだって人は一緒に頑張りましょう。じゃあね、みんな、バイバイ。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 